彼女の絵はまさに唯一無二といった異彩を放っています。彼女の象徴となったこの一本眉、一度会ったら二度と他の誰かと間違えるようなことはないでしょう。フリーダ・カーロは本当の強さを持った女性です。その生涯にわたる挑戦と苦難からインスピレーションを受け、彼女は素晴らしい作品を生み出し続けました。彼女はどうも生まれたその時から秘密のベールに包まれていたようでした。例えば生まれた年は1907年とされていましたが、後に1910年だと本人が訂正しています。3歳若く見られたいというわけではなく、1910年から1920年まで続いたメキシコ革命と関係があるようです。メキシコ内戦とも呼ばれたこの国家革命は、フリーダが愛した国の政府や文化に多大な影響を与え、そして重要な改革をもたらしました。彼女の母親であるマティルダ・カルデロンはメキシコのオアハカ出身、父親ウィルヘルム・ギリエルモ・カーロはハンガリー系ドイツ人の家系でした。またフリーダには姉妹が3人いました。幼少期フリーダは病弱でした。6歳の時彼女にポリオの診断が下されます。彼女が生涯足を引きずって歩いていたのはこの感染症がきっかけだったといいます。彼女の足は左右で違っています。右足が左足より少し細いのです。そのため彼女は長いスカートを履いてこれを隠そうとしましたが、それでも完全には周囲の嘲笑から彼女を守ることはできませんでした。ですがそれでもフリーダは気丈に前を向き、優秀な学生であり、また創造的であり続けたのです。そんな健康問題を抱えていたからでしょう。フリーダは初め医者を志しました。彼女はメキシコシティにある国立予科高等学校というメキシコで最高の高校に入学したのです。その学校には1965人の男子に対して女子はたった35人。それまでの学校の友人たちとは違い、予科高校学校の学生たちはフリーダのように創造的でチャレンジ精神にあふれており、彼女はここで友人たちと固い結束を結びました。彼女らのグループは全員がキャップをかぶるとカチュチャスと自称し、政治的なディベートやいたずらを繰り返しました。エネルギーにあふれたフリーダはグループのリーダーの一人となっていました。18歳の時、この未来のアーティストは恐ろしい事故に遭遇します。バスで旅行をしていた時でした。バスが路面電車に衝突したのです。鎖骨、あばら骨を2本、そして脚部を骨折し、足は潰れ肩は脱臼していました。しかしそれ以上に激しい痛みを引き起こしたであろう怪我は、背骨と骨盤に起こった3箇所の骨折でしょう。それほどの大怪我でしたから、医者ですらフリーダは生き残れないだろうと予想していました。しかしフリーダの鋼の精神は事故などでは壊されませんでした。数週間意識不明状態が続きましたが、目が覚めるとすぐに父親に画材を買ってもらうよう頼んだのです。さらに父親はフリーダが横になりながら描けるように彼女の真上に大きな鏡を置けるスタンドを作りました。事故後初めて描いた絵はザ・バスでした。鉛筆画で描かれた絵でした。彼女は絵を描くことで何か生きる力が得られるのだと、そして実際に周囲の力も借りて回復していきました。もしも彼女の痛みが肉体的なものでしかないと思っているなら、それは間違いです。フリーダはこう語っています。私の人生には2度の事故がありました。一件はバスが路面電車と衝突した時、もう一件はディエゴです。事故から数年後、彼女はディエゴ・リベラと出会いました。フリーダはまだ描き始めたばかり。そこで経験豊かで高名なアーティストに作品を見せることにしたのです。ディエゴは彼女の作品に感銘を受け、とても気に入ったのです。2人が結婚をしたのは1929年でした。
フリーダは22歳、ディエゴは43歳です。彼はハンサムとは言い難く、かなり太っていましたが、非常に魅力的な人物でした。そんな二人を表すニックネームは、ゾウとハトでした。しかし、夫としてのディエゴは良い人物ではありませんでした。それまでに二度離婚歴がありますが、すべて彼の浮気が原因です。そして、三度目の結婚も例外ではありませんでした。フリーダは夫の浮気に気づいていましたが、見て見ぬふりをし続けました。そして、当てつけだったのでしょう。当時亡命をしてやってきたレオン・トロツキーという革命家と関係を持ってしまったのです。他にも彼女は詩人のウラジーミル・マヤコフスキーとメキシコの歌手シャベラ・バルガスとも関係を持っていたという話もあります。フリーダは何回か妊娠を経験しましたが、不幸な事故が原因か、その全てが流産で終わりました。医者に休むよう勧められても、フリーダは健康に子供を産むことができず、次第に鬱の病へと沈んでいきました。その時の自分の感情を彼女は全てキャンバスに表現しています。その中でも最も苦痛を投影した有名な絵画はヘンリー・フォード病院。1932年デトロイトで流産した後に描いた作品です。ディエゴは彼女を励ますためティンパネルや画材を持ってきていたのです。フリーダは自身の痛みを表現するため体をねじらせて描きました。赤いリボンは妻体を表現しています。彼女の上に浮かぶ男の子の胎児と手術がいかに遅かったかを表すカタツムリが描かれています。骨盤用のピンクのギプスはフリーダが人生を通して絵画を描くようになる原因となったバスの事故を彷彿とさせます。ベッドの下の蘭の花は子宮のような形をしており、ディエゴにもらったものでした。1939年、くしくも夫との別れを選択したフリーダ・カーロは自身を象徴する自画像を描きました。二人のフリーダです。これは彼女の二面性を表しており、静脈と手でつながっています。左側のフリーダは昇進しており、その手にはハサミが握られ、静脈を切ろうとしています。もう一方のフリーダは心が満ち足りており、愛したディエゴのポートレートを持っているのです。1年後、彼女はさらに代表作となる茨の首飾りとハチドリの自画像を描いています。茨を持つ首飾りで出血を引き起こしながらも、フリーダは尊厳を持ってそれを身につけているのです。フリーダ・カーロは生涯で55枚もの自画像を描きましたが、そのほとんどが動物に囲まれた彼女自身を描いたものでした。彼女は動物を愛しており、ペットにも犬、猿、オウム、ハトがいました。彼女は困難に満ちた人生を表現するためにも自画像を描くことに価値を見出していました。1940年、フリーダは深刻な健康問題に悩まされて、ついには入院をしました。ディエゴはすぐさま彼女の元へと駆けつけると、もう一度プロポーズをしました。フリーダもまたもう一度ディエゴを受け入れたのでした。年が過ぎるごとにフリーダの容態は悪化するばかり。何度も大手術が行われましたが、回復には至りませんでした。1953年には足がエソを引き起こし、切断までしなければならなかったのです。同年、彼女はメキシコで個展を開きましたが、その時はベッドに横たわり出席していました。自らの死期を悟っていたのでしょう。フリーダは日記にこう書いています。終わりは喜びに満ちていてほしい、そしてもう戻ることがないことを望むと。フリーダ・カーロは死去する8日前に最後の仕事を終えています。それはとても感動的で明るく、また絵の構成はとてもシンプルに見えつつも、揺り起こされる感情は複雑でした。この作品はスイカと名付けられましたが、スイカの一つに刻まれた文字からビバラ・ビダとしても知られるようになりました。素晴らしき人生という意味です。フリーダは1954年に自身が生まれた家で肺炎で亡くなりました。
1955年にはフリーダが生まれた家は美術館として公開され、彼女のファンが世界中から訪れるようになりました。苦痛と闘争に満ちた彼女はその一生で150以上の絵画を生み出しました。そんな彼女の作品は様々な創作活動に影響を与えています。例えば彼女の代表作折れた背骨はジャン・ポール・ゴルティエに影響を与え、映画フィフス・エレメントのミラ・ジョボビチが着るコスチュームを創作させました。映画といえば彼女が題材のものはいくつもあります。サルマ・ハエック主演の素晴らしい映画フリーダもその一つでしょう。彼女にインスピレーションを受けた本、そして彼女を称えた音楽すら作曲されています。多様な個性と信じられないほどの強さを持ったこの女性が残したものは今日までやはり強く生き続けています。皆さん、フリーダ・カーロの絵はお好きですか？コメント欄で教えてください。この動画で新しい何かを知れたなら、ぜひ高評価とお友達へのシェアをお願いします。これからもブライトサイドをお楽しみに。